さて、業界展望ウィークリー始まりました。今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回は11月27日週の審議会について話をお伺いしたいと思います。開催された審議会の回数ですが、先週は15件の審議会が開催されていて、その中で特に注目したい審議会が3件ということですね。早速その3件についてお話をお聞きできればと思います。はい、かしこまりました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまず1つ目ですね。電力ガス取引監視等委員会の第91回制度設計専門会合になります。アジェンダ多くて7つあったということで、1つ目が小売市場の重点モニタリング調査結果について。これは2016年に全面自由化された電力の小売市場では、公平な競争確保のため、各エリアの旧一般的事業者さんとその関係会社、エリア内で 5% 以上のシェアを持つ小売電気事業者に対して、定期的にモニタリングが行われています。これは高圧以上の需要化を対象に、公共入札と民間取引について、小売価格の状況だとか、原価としての卸電力市場価格の平均価格との比較をすることで、これ不当連売がされていないかどうかをチェックするものです。で、今回は2023年の1月から6月に行われた取引について、特に問題となる事例は認められないことは確認されております。一方で、昨今行われているあるその燃料価格だとか市場価格の高騰による供給力不足が原因と考えられる小売価格の上昇だとか、旧一般的電気事業者さんへの需要回帰などが多くなっているなという点が指摘されています。で、今後については、まだモニタリング対象となっていない低圧の分野について、関連するデータを収集し、次第、分析結果が報告される予定になっています。二つ目ですね。発電側課金における課金の扱いについてということですね。これはもう前からも話しますけど、来年4月から発電事業者側にも託送料金が課金されます。これ通称発電側課金。正式名称は系統連携受電サービス料金と言いますが、実際に課金されるキロワット分の単価について、これエリア全体の割引額を配分する割引相当額付加単価を含めた算定になるということが再度確認されています。なお、この発電側課金を含む託送料金の変更については、この12月1日に各一般送配電事業者から託送供給と約款の変更認可申請が出されて、これから国の審査が入ることになっています。次ですね、3つ目ですね。これは東京エリアの2023年度の夏季ですね、夏のキロワット公募の運用結果の事後確認などについて。実はここ数年、夏冬の電力需給が不安定だということもあるんですが、通常と異なって、一般送配電事業者が供給力の確保としてキロワットですね、キロワット分を追加調達するケースが増えています。で、今回はこの夏ですね、2022年度の夏、23年ですね、23年の夏に、この東京エリアで東京電力パワーグリッドさんが調達したキロワット公募の事後監視が入りました。で、調達電源というのは、これ一般送配電事業者さんで市場売却されて活用されているんですけど、そこで得られた利益の還元等の生産だとか、これ実際の運用で問題がなかったかについて確認されて、特に問題はなかったよということが確認されています。で、4つ目。2022年度以降のインバランス料金制度について中間取りまとめの改定についてですね。これすでに監視等委員会だとか N 庁さんでも議論がされた来年度のインバランス料金の運用について、パブリックコメントを受けて、沖縄エリアの補正料金算定インデックスですね。この基準値の見直しを一部行ったんですが、それ以外は、現行通りということで、取りまとめが行えたということが報告されました。で、来年度インバウンド料金の上限値の設定は今年度から変更ないということも、前の言った通りです。5つ目。インバランス料金単価の誤算定にかかる報告について。インバランス料金、2022年度から新たな仕組みで運用されています。ただその料金単価のですね、誤算定、誤りがですね、結構目立ってます。で、料金単価のこの間違いっていうのは、それを支払う側の小売電気事業者にも影響を与えるので、一般送配電事業者によるその誤算定の実態と、その対策の取り組み状況をこの監視等委員会の方で確認しております。で、送配電事業者では、社内通知だとか、再発防止の実施、で、ベストプラクティスの共有などの取り組みが一定程度は進んでいるということは示されてはいるんですが、実は一部でまだ、手作業だとか、この部局横断的で複雑な業務も発生しているということも判明しているので、来年度、24年度上期を目途にマニュアルの見直しなどを行ってもらい、再度確認しましょうということになっています。じゃあ次、6番目ですね。6番目。内外無差別な卸売の実施に向けた取り組み状況などについてということですね。小売電気事業で売上原価の大半を占めるのが電源調達となります。電源の調達方法は発電事業者などとの相対取引や卸電力市場からの調達など多様化しつつありますが、電源の大半を所有する旧一般的事業者さんとの相対取引が拡大すれば、市場環境も改善されてくるんじゃないかと見られています。そこで、旧一般的事業者さんに対しては、自社の卸売部門、販売部門への取引と新電力など、外部との取引の間でこれ差別がないように、内外無差別の卸売についてコミットされています。2024年度の卸売交渉がもうすでに始まっている中で、その取り組み状況について、単年の契約、1年契約ですね。あと長期契約、標準メニューとそれ以外のメニュー、交渉スケジュール、予診基準などについて各社の取り組みが報告されています。また、すでに行われた今年度分、2023年度分の取引に対する評価で指摘された事項のフォローアップも行っています。今回ちょっと詳細は多いので割愛しますが、各社内外無差別な取り組みを順調に進めていて、一定程度の評価ができるというふうにされています。各社の取り組み内容は、この審議会の資料に詳しく載っておりますので、関心のある方はぜひですね、一読されることをお勧めします。他には、電源以外で相対取引されている非フィット非化石証書。これについても、今後、内外無差別な取引だとか、電力小売価格の原価に適正に反映されているかどうかの確認を行っていく必要があると提案されています。このタームの最後7番目、ベースロード市場についてです。新電力が原子力発電とか石炭火力発電、一般水力発電といったベース電源、これを調達する手段として創設されたベースロード市場については、この10月に第2回のオークションが行われて、その取引結果が報告されています。監視という点では、売り手の供出量ですね、あと供出上限価格の設定にガイドラインの違反は認められる事例はなかったということは確認されているんですが、一部で燃料価格に大きなリスクプレミアムを織り込んでいるという事業者もいたということですので、これについては改善を求めるとともに、次の第3回目のオークションで引き続き厳格に監視しましょうということになっております。じゃあ次の審議会ですね。総合資源エネルギー調査会電力ガス事業分科会ですね。電力ガス基本政策小委員会第86回の制度検討作業部会ということになります。アジェンダはすべてで4つですね。5つですね。ごめんなさい。5つでした。1つ目、予備電源についてですね。電力の需給逼迫。これはもう頻繁に懸念されてるんですけど、その中で、来年度から揚々市場という市場が始まって、今年度にはその一環として、長期脱炭素電源オークションというものが開催されることになって、中長期での供給力確保の基盤は整備されつつあります。一方で、災害などによって確保していた電源がトラブルで停止してしまうといった事態も、これは見越す必要があるということで、新たに10万キロワット以上の休止火力を対象に予備電源という制度を設けることが検討されています。すでにその詳細な制度設計は何回も審議会で議論されていますが、今回は4つの論点について審議が行われました。1つ目は、価格に含まれる項目だとか、容量市場の水準を参考にした規律のあり方。2つ目は、約定した電源が設備故障などで要求した通りに発電できない場合の契約解除だとかペナルティ料金、契約要領をどうしようかというあり方。3つ目が予備電源の適用期間と重複する容量市場のオークションへの参加は認めないということ。4つ目、最後は調達を行う一般送電事業者が負担する割合を各エリアの H3 需要、最大の3日間平均ですね、の需要の比率に応じて全国で案分すること。この4つが論点として検討されました。次の2つ目は、非化石価値取引についてです。非化石価値取引では、電源の特性だとか、RE100 などの国際イニシアチブで要件となるトラッキングが一部で行われていますが、今後、そのルールを見直すことを検討する中で、発電、小売電気事業者、アグリゲーターにアンケートを行っています。この結果は、今後のルール見直しに反映されることになります。で、現在、FIT の証書では、一部でトラッキングの優先割合というものが行われていますが、その扱いの見直しについて審議されています。再エネの特定卸供給の場合は当面継続。小売買取の場合は基本的に廃止。個別合意の場合は一定条件を満たすものへは経過措置を認め、ヒアリングを踏まえて最終的に決定するということになっております。で、今後は市場に委ねていくという見直しの内容に、異論はほとんどなかったんですけど、事業者だとか需要家さんへの影響を踏まえて経過措置などの配慮が必要とされています。で、他にはですね、入札方法だとか約定ルールについても見直しの議論が始まっています。基本的にまず、電源の種類、太陽光とか風力とかの電源種類とか、RE100 の対応を選択した上で、特定の設備と都道府県を選択する方法として、詳細は実務レベルで検討を深めていきましょうということになっています。で、その他現在は、全量がトラッキング適用されていない非フィット非化石証書についても、全量トラッキング化をするために、発電側の預かり知らないところで勝手にトラッキング情報をこう開示されてしまうことがないように、発電小売側で事前の同意のルールを設定しましょうということになっています。3つ目のアジェンダは、長期脱炭素電源オークションについて。これは来年1月に初めてですね、初回のオークションが行われる予定で、その、取り組み状況の進捗が報告されているとともに、来年度以降、来年度はいいんですけど、来年度以降ですね、今年ですね、来年度以降のオークションで電源のゼロエミッション化をさらに促進するための仕組みとして、水素アンモニア、合成燃料、CCS 継ぎ火力、原子力、水力、それぞれの電源での制度活用の活性化を促すための論点が確認されています。4つ目。需給調整市場について。これはもう前回の動画でも少し触れましたので詳細割愛しますが、需給調整市場ガイドラインと調整力ガイドラインの改定について、N庁側でも内容を確認して、監視等委員会が経産大臣に建議した内容通り改定を進めていきましょうということに同意しております。で、最後、このタームの最後、これまたベースローですね。またベースロード市場についてです。先ほどの監視等委員会の専門会合でも報告されているんですけど、今年度の第2回のベースロード市場の約定結果について、N庁側でも特に量と価格の具体的なこの数値を示して報告がなされています。また、ベースロード市場では、大手発電事業者が制度的にこの供出する量から、常時バックアップ電力というこのものです。や、類似した相対取引である適格相対契約分というのは、これ控除することが決まるとされています、制度上。で、現状は控除できるようにこの上限アッパーを設けていますが、先ほど来ご説明しているその内外無差別な卸売が、これは定着されつつある中で、今後はその上限を撤廃していこうと、考えていこうという、必要があるという説明がなされているということになっています。で、3つ目の委員会は、総合資源エネルギー調査会、省エネルギー新エネルギー分科会、省エネルギー省委員会第43回になります。アジェンダは一つなんですが、たくさん話し合われています。アジェンダはエネルギー需要サイドにおける今後の省エネルギー非化石転換についてということです。カーボンニュートラルだとか、脱炭素化ですね、を実現する手段としては、電力分野では再エネだったりとか原子力とか、水素混焼火力みたいなものの電源側の対策がよく見受けられるんですが、その双璧となるエネルギーを利用する需要側の対策も同じぐらい重要とされています。で、エネルギーを多く使う工場だとか商業施設、オフィスビルなどは、これ省エネルギー法ですね。省エネ法において規制がかけられていますが、中小企業とか家庭、いわゆる中小規模の方々には、そうした規制がありません。そこで中小規模分野への省エネ施策を求めていこうと、いろいろ国は施策を講じ始めています。で、今回の報告では、GX、グリーントランスフォーメーションの推進の中での分野別の投資戦略で、暮らしの GX というのが出されました。で、家庭や中小企業向けに省エネ設備とか、機器補助購入の補助金ですね。や、省エネ診断の支援。そして、今年度の補正予算、来年度の概算要求で、こういったものが申請されていることが報告されています。手厚交互していきましょうって話ですね。で、そういったお金の話だけではなく、中小企業の他では、大口の自由化についても、省エネ法で制度化された定期報告情報の任意開示。についても先行して施行する東証プライム上場企業の中から47社が情報の開示制限を行って、その他事前の宣言も含めて87社になったことが報告されています。今年度は施行テストの運用ですけど、来年度から省エネ法の特定事業者全てを対象に本格運用することになっております。で、今後はですね、やっぱり新たにそのやっぱり家庭を中心とした対策を講じる必要があるわけなんですけど、先行している海外の状況は一体どうなっているのか。機器を作るメーカー側に求めるこの DR をレディ、この取り組みの課題はないのか。家庭に設置されて蓄電池とか EV、自家消費対応、エアコンだとか給湯器といった家電をどう工夫して使えば活用が活性化していくのか。で、またそれらをこう集めて集約して制御するアグリゲーターはどういった対応しているのかについて、4つの事業者とか団体からヒアリングを行っています。で、今後の制度設計についてもですね、もちろん具体的な議論が進められています。で、7月にこの委員会でまとめられた中間論点整理では、需要側へのエネルギー政策として、1つ目、エネルギー消費期の非化石エネルギー転換。2つ目、エネルギー消費期の DR 対応。で、3つ目、エネルギー小売事業者から消費者への情報サービス提供ですね。の3つが挙げられています。この3つですね、大切です。で、このうち今回は、丸1と丸2、非化石エネルギーへの転換と DR の対応について、給湯器ですね。これ分かりやすいですが、給湯器を中心に制度設計の議論が行われています。で、具体的には、この消費機器ですね。給湯器の機器の非化石エネルギー化を促進するために、給湯に要した化石燃料消費量をもとに、非化石エネルギーへの転換にかかる総合指標というのを設定して、国がこの基準値を規定するという方法が提案されています。で、給湯器については、実はその、機器の設置スペースだとか、あと、気候ですね。天候、暖かいとか寒いですね。気候。あと、世帯人数別の給湯の需要量ですね。こういった需要の特性によって状況が異なるということから、目標の基準値の設定については、この特性の違いを反映させることが良いのではないかという指摘もなされています。例えば、暖かい地域はヒートポンプの効率が高く発揮される一方で、寒冷地ではその逆であることとか。戸建てはこの、置くスペース、設置スペースが比較的取れるんだけど、集合住宅であんまり取れなかったりとか、限定されることとか。世帯人数が多ければ、給湯の需要が大きいことだとか、こういったことが挙げられてますので、こういったことを踏まえて、目標値の基準値なんかも設定していく必要があるよねってなっております。で、ここまでが、着目する制度で、あとは、たくさんあるですね、その他のやつについてちょっとトピックス的にお話していきたいと思います。まず第4回の同時市場のあり方の検討会ですけど、これは28年度に創設予定の同時市場の詳細設計の続きになります。で、論点の検討状況と、アメリカですね、米国の事例も踏まえた市場設計のあり方について関係各所から報告されています。で、次ちょっと長いので、カーボンマネジメントの小委員会ですね。これはCCS です。カーボンキャプチャーストレージですね。の、この制度設計にあたり、関連する4つの団体からヒアリングを受けています。で、また、この具体的な検討として、同管で輸送する事業者、貯留する事業者、ここに対しての保安規制を、類似する制度として、鉱山保安法とかガス事業法があるんですけど、こういったものを参考にずつ検討しましょうってなってます。で、続いて風力部会ですね。これは陸上風力今回2件ですけど、この計画について、環境影響評価報告書の審査が行われています。で、青森県と立地地域などのその原子力施設共生の将来像に関する競争会議、これ初めて行われてますけど、いわゆる原子力立地地域である青森県とそこに構成される各市町村の現状とかその取り組み、あとは関連する事業者、例えば東北電力さんとか東京電力さんですね、などの取り組みが報告されています。で、来年の春から夏にかけて、この地域での基本方針とか、それに向けた工程ですね、ロードマップを整理しましょうということになっています。で、続いて電力の先物の活性化に向けた検討会。電力の先物っていうのは、電力取引のリスクヘッジ機能として有用とされている、ものであるんですが、それをどうやって活性化させていこうということをですね、検討するために新たに設置された検討会になります。で、まずは現状の取り組み状況だとか、各委員からの意見聴取を踏まえ、人材育成などの論点について話されているということになっています。で、続いては脱炭素燃料政策小委員会ということになりますが、こちらは持続可能な航空燃料である SAF ですね。SAF、SAF について、これはグリーンソースフォーメーションの分野別の投資戦略について確認議論されています。続いてまた長いので、水素関係のあれですね、委員会ですね、保安と、政策小委員会の方の合同会議になりますけど、こちらは前回は NESA の支援についての、このあり方について検討してましたけど、それについて今度は受け入れる側の拠点ですね。コンビナートとか港になると思いますが、拠点整備支援の詳細設計が行われています。で、合わせて保安の規制についても前回の議論を踏まえた整理がなされています。で、12月6日の審議会で中間取りまとめの案が出されることになっております。続いて GX 実行会議ですね。もう9回目になりました。これはもうその下のすでに専門ワーキングでいろいろ議論してましたので、その検討状況の報告と、先月末から始まっている COP28 ですね。これに向けた論点について報告されています。で、続いてバイオマスの持続可能性ワーキング。これ毎月やってますよね。バイオマス燃料のライフサイクル GHG だとか、持続可能性の認証に関するこれまでのこの整理と、関連委員会、調達価格等算定委員会ってあるんですけど、ここへの報告内容がまとめられています。続いて、グリーン電力の普及促進分野ワーキングですね。ここでは、グリーンイノベーション基金を使ったプロジェクトの進捗報告なされているんですけど、今回は、浮体式洋上風力発電ですね。国内外の動向と、これからの実証に向けて、あとは、今の、技術開発の、進捗なんかも報告されています。で、続いて、製造産業部会。ここも実はグリーントランスフォーメーションです。GX の分野別投資戦略出されています。特に、製造業に関わる分野の報告と議論が中心になされています。で、最後は、電力ガス需給と LNG 燃料ですね。燃料 LNG 調達に関する官民連絡会議ということで、今年の冬の電力需給とガス需給、これ万全なものにしようということで、LNG の在庫状況だとか、国とか事業者の共同の取り組みについて報告があったというものになっております。今月は以上です。はい。解説ありがとうございました。今回はここまでとなります。ありがとうございました。